静岡市が探していた市内で最も古い現役の冷蔵庫はどれか、今日その結果が発表されました。この冷蔵庫なんですが、最新のものに取り替えられたんですが、そこには地球温暖化を防ぎたいという狙いが込められています。こちらのレトロな見た目の冷蔵庫、今も現役で使われ続けているものなんですが、こちらのラベルを見ますと1977年製とありまして、昭和、平成、令和と3つの時代にまたがって使われ続けてきた冷蔵庫なんです。静岡市葵区の望月さんのお宅にあるちょっと懐かしい見た目の冷蔵庫、なんと今も現役です。タケノコの瓶詰めやったり、いや、これはラップをやったり。メインの冷蔵庫とは別に野菜や漬物などを入れる冷蔵庫として使っています。内側のラベルには77年の文字が。40年以上にわたって使い続けてきたものです。頭振って入って、あと押し込んでくれば。その冷蔵庫が今日2020年製の最新のものに取り替えられました。実は取り替えられたこの最新型の冷蔵庫、静岡市が実施した現役最古の冷蔵庫を探すキャンペーンのグランプリ商品なんです。つまり先ほどの古い冷蔵庫は静岡市内で最も長い期間活躍していた冷蔵庫だったのです。どうして静岡市はこんなキャンペーンを行ったのでしょうか。家庭の中で最も電気消費量の多い冷蔵庫に着目しまして、現役最古の冷蔵庫を探せキャンペーンというのを実施しました。20年ほど前の冷蔵庫と最新の冷蔵庫を比べると電力消費は3分の1程度です。冷蔵庫を新しくするだけで電気をかなり節約することができるのです。我が国は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする。政府は温室効果ガスの排出をゼロにする目標を掲げていて、温暖化対策と経済成長を両立させたい考えです。環境省の試算では古い冷蔵庫を新しいものに買い替えるだけで消費電力の削減によって年間7500円の節約ができるそうです。古い冷蔵庫は買い替えるべきと広く PR するため、静岡市は古い冷蔵庫探しというキャンペーンに打って出たのです。もともと使っておりました冷蔵庫200リッターのものになるんですが、今回新しく設置させていただいたもの572リットル、容量は約 2.9 倍になるんですけれども、消費電力自体は2分の1以下という算定になります。今回グランプリを受賞した1977年製の冷蔵庫、最新のものに取り替えることで容量はおよそ 2.9 倍に増え、消費電力は半分以下に抑えることができるのです。嬉しいです。今までのが電気をだいぶ使ってるってことが分かってたからね、古い冷蔵庫は電気を大量に消費するため長く使うことが必ずしもエコというわけではないのです。静岡市の家電量販店です。最新型の冷蔵庫がずらっと並んでいますが、例えばこちら、このように省エネ性能を売りにした商品が多く見られます。静岡市内の家電量販店、冷蔵庫の売り場を見ると省エネ性能を売りにしたものが目立ちます。長い目で見るとやはり、家計にも優しくなっておりますね。はい。他にも照明器具やテレビ、エアコンなど電気の消費量が多いとされる家電は省エネ性能も製品を選ぶ際に重要なポイントです。10年前と比べると消費電力さらに、省エネという形になっております。二酸化炭素の排出量ということもありますので、一人一人が、省エネ家電を使うことで、協力できているのかなというふうに思います。